俺俺さ立ち上がれ勝利の花を胸にかざして。誰にも真似はさせないさ、僕らだけのこのスタイルでこの歌が胸に届くなら勝利はもう手の中にある。諦めることは決してない。この場所に僕らいる限り、ただ戦うためだけに僕ら今拳空へ突き上げた。太陽が僕らを照らし、この大地で輝けるように歌う。俺俺さ立ち上がれ勝利の花を胸にかざして。俺俺さまい上がれ、この大地で輝けるように。これでドクター・ワイリー様もお喜びになるのである。さらばなのである。戻れロックマン。ネット君、トリリオ、うん、ダイブマンを追うぞ。ブレイカー軍、バルター軍、挟まれちまったよ。どうする、トマホークマンたちのヒットポイントはもう限界だぞ。ネット、そう、急いでデカオくん、早くしないと通信実験が始まっちゃうよ。兄ちゃん運動不足じゃ。そんなこと言ったって昼に食ったカレーが喉まで。早く乗って。光雄一郎だ。聞こえたら応答してくれ。こちら科学省、聞こえるか。ネット、炎山くん、ライカ君、こちらの電波は確実に送信されてます。だったらなんで応答がないんだよ。静かに。誰か応答してくれ。こちら科学省。ママなのね。ネット、ネット君の声だ。博士、無事か。ネット、心配したぞ。ようやく通信が。声を聞けて嬉しいよ。でもごめん、今それどころじゃ。何があった。説明してる余裕なんて。待て、ネット。おい、こら、ネット、このメールちゃんは無事なんだろうな。ちネット、だいぶ慌ててたみたいちゅ。光博士、電脳空間で急激な温度上昇です。何？近づくと3枚に下ろすよ。
前は火、後ろは重化ウイルスか。ネット君、僕が戦う。もう一度僕を。でも戦うにはお前のヒットポイントが少なすぎる。こうなったら方法は一つしかない。クロスフュージョンだ。ダメだネット君。前に一度クロスフュージョンした時、君の体は分かってる。けど行くぞロックマン。ロックス、おっと。クロスフュージョン。人間とナビが融合した。そう、クロスフュージョンさ。俺たちも行くぞライカ。おう、危険です。エンザー様、データによるとリオンダードでのクロスフュージョンは人間の体にひどいダメージ。カマワンシンクロジップスロットイン。クロスフュージョン。なんだこの激痛は。いばらで全身を締め付けられるようだ。やつはこの激痛で戦ってるのか。どうも、スコープガン。まだだ。プログラムアドバンス、ブレッドガン、プラスロットイン。プログラムアドバンス、ソード、ワイドソード、ロングソード。プログラムアドバンス、バイダン、リプレスロットイン。ハイパーバースト。ドリームソード。無限バルタン。諦めるな、ビヨンダードの友よ。シャークマン、スカルマン、ウッドマン、トランスミッション、アクアタワー、トーンストーカー、レッツフォレスト。うん、戦争を終結させるべく我々は総攻撃を開始した。見ろ、ネット。全員無事か。トリルが黒ひげに連れ去られたんだ。黒ひげですって、あのゴロツキ。奴らの口ぶりだと今度はワイリーに寝返ったようだ。ワイリー研究所なら霧崎のチームが突入する手はず。霧崎が。トラックを借りるぞマサ。すごい、ワイリー研究所へ。隊長、空を。
ビウスです。電脳銃の激突が2つの世界のほころびを広げたのか。デンサンシティ上空にフォッサーアンビエンスです。貴船総監に連絡、クロスフュージョンメンバーをデンサンシティに集結させるんだ。光博士、ネット君から通信です。安心してパパ、エンザン、ライカ、メールちゃん、リンゴも一緒だよ。アイリスもね。万歳！でもトリルは。え？ネット、ビヨンダードで何が起きてるんだ。敵はビヨンダードのドクター・ワイリーなんだ。ドクター・ワイリーだって？ワイリーの心臓頭脳がこの戦争を引き起こした張本人なんだ。それからパパ、俺おじいちゃんに会った。トリルを作ったのはおじいちゃんだったんだ。なんだって？ビヨンダードの光ただし博士と言っても、おじいちゃんの知識と記憶を移植した人造頭脳だけど、おじいちゃんは最後にこう言ったんだ。トリルをワイリー研究所へ連れて行けって。あれがワイリー研究所か。突入準備。なんだ交代だ。ロックマンエグゼビースト。ロックマンエグゼビースト。もうヒットポイントがギリギリよ。戻れ、シャークマン。危ない、ちょっと。ワイリーはなぜトリルを奪った？グレイガとファルザーならわかる。トリルの力を最終兵器として使用するためだ。だが、人造頭脳であるワイリーの目的が勝ち残った電脳銃の体をより代に復活することなら、トリルの争奪戦を黙って見てればいい話だ。なるほど、そうか。どうしたの、バレルさん。見間違いか。今人がいたと思ったんだ。研究所まであとどのくらい？そうだな、20分といったところだ。ドクター・ワイリー！被害は加えんよ。ご覧の通り、私はホログラムだ。ビヨンダードの諸君にちょいと挨拶にだ。トリルを返せ、ワイリー！確かにシンクロナイザーは頂戴したよ。忌々しい光ただしの人造頭脳が私を阻止する目的で作ったようだが、実は面白い利用法を思いついたのでね。利用法だと？今にわかる。グレイガとファルザーの勝負に決着がついた瞬間にな。そして私は復活する。この野郎！無駄だ。この世界もお前たちのビヨンダードも天才科学者ドクター・ワイリーのものだ。ストン！なんて頑丈なんだ。君たちか。状況は
ご覧のありさまだよ。ディメンショナルエリアをバリア代わりに使ってるのか。正面突破はとても無理だ。でも早くトリルを救出しなくちゃ。あのチビが黒ひげに連れ去られたんだ。ワイリーが何か企んでる。クロスフュージョンを使えばディメンショナルエリアは突破できる。そう何度もクロスフュージョンしてたんじゃ体が持たないよ。待てよディンゴ。ん？そのコピーロイドだ。コピーロイド？おじいちゃんが言ってたろ。物質を電子データに変換し瞬間移動できるコピーロイドだって。そうだ、現にアイリスは科学省のファイアウォールを突破してる。電子データの状態で研究所へ侵入したら中で実体化してディメンショナルエリアのシステムを破壊する。できるかロックマン。うん、やってみる。待て、その任務はブルースの方が適任だ。それはどうかな。光学迷彩を備えたサーチマンが有利だと思うな。スラッシュマンだっているよ。おい、俺のアイデア横取りすんなよ。その前にちゃんと動くか見てみようぜ。カーネル。おお。カーネル。ネット君、カーネルに汚名返上のチャンスを与えてくれ。バレルさん、でも重化因子の影響はアイリスが融合したことで抑えられている。大丈夫だ。堅牢なファイアウォールが予測されるが、お前なら突破できるはずだ。感謝します、大佐。重化因子の影響とはいえ、私はこの手で人間の町を破壊し、そして大佐にまで。必ず任務を成功させる。はっ。ファイアウォールよ。ん？手が切れて。パス1である。今度のワイリー様も人造頭脳だけどな。ま、獣よりマシか。誰だスペードロゴ止めてるやつ。はい、上がり一番。私たち長いものには巻かれる主義なのよね。はい、日本。パス2である。誰だスペードロゴ止めてるやつ。ダイブマン。パス3である。あ、おい、ふざけるな。トランプじゃねえぞ。でもトランプで遊んでたからヒットポイントがゼロなのである。ディメンショナルエリアのシステムはどこ。カーネルが研究所に侵入した。よし、あとはディメンショナルエリアだ。ディメンショナルエリアが消えたら突入するよ。頑張れ、カーネル。こいつを破壊する。スクリーン！カーネル、カーネル。体内の重化因子は私の声に逆らえない。グレイガもファルザーも私の作った重化因子から生まれた。兄さん、自分を失わないで。兄さん。さらばだ、アイリス。ディメンショナルエリアが消えていく。カーネルが成功したんだ。アイリス、まさかカーネルか。そうか、カーネルが。そんな。お前の犠牲は無駄にはしないぞ、カーネル。
化ウイルス。攻撃だ。ザコは引き受けた。君たちは早くトリルを。キラーマン、トランスミッション。祭りだ祭りだ。ヘルズシックだ。トリルだ。下がって。アルザーが敗れた。だが、これからが本番だよ。シンクロナイザーが力を発揮するの。ドリル！何が始まるんだ？ドリル！グレイガとファルザが合体した。ついに私は最強の体を手に入れた。超電脳獣はビヨンダードを超え、俺たちの世界まで侵略を始めた。もう誰も奴を止めることはできないのか。ネット君、僕がトリルの代わりになる。なんだってロックマン。僕がシンクロナイザーになる。次回ロックマンエグゼビースト最終回、光を超えてサイバージャングルへトランスミッション。